シャッシャッ。でもその話はいいですもん。いや、まあ一応広島のねキャッチフレーズでシャーだから、はい、ただシャーと言いながら、まあ、阪神を敵にしなきゃいけない、いや、そうですね、打ち破っていかなきゃいけない。今年の阪神はどう見てますか？はい、やっぱりね、先発投手陣8人ずらっとおる、はいはいねはい、で中継ぎも左4枚右4枚おる、はい、ね。で野手陣も今ちょうどまだ27、8から30にこういくかいかないか、特に里出なんて今4年目かな3年目かな、はい、今年4年目ですね。ということは26か、はい、一番いい時じゃない。そうですね、うん、だから近本あたりが28区だろ、はい、中野もそのぐらいだろ、そうですね、木南も、はい、大山がちょっと31かぐらいだろうけど、そうですね、まあ30ぐらいじゃないですか。いや、いずれにしてもこのまだあと 2、3 年が一番いい時なんで、はい、だから私はね、キャッチャー問題がちょっとどうかなという感じがするんだけど、うん、坂本、梅野、うん、最初就任した時に、はい、梅野を中心に行くと言いながら、はいはい、うまいことこうしながら大竹と村上の時にこう、はい、坂本に任せたんです。そうですね。坂本がなんと22勝で、あの2人で、そうです、途中マスクかぶって9連勝です。だからそう、だから2敗と3敗ぐらいじゃない。そうですね、うん、そのぐらいですよ、うん、だからその正捕手を変えるっていうことですか？いや、変えるいうか、その岡田監督がどういうお考えをお持ちになってるのかなという、うん、でもどっちかぶっても強いのは強いでしょ、うん、やっぱりレベルが高いから。そうですよね、この低いところで併用いたらしんどいけど、はい、どっちが出てもその遜色ないというレベルだから、はい、肩もどっこいどっこい、はい、キャッチングはまあ坂本の方がちょっと上だけど、うん、バッティングはちょっと梅野の方がこう意外性があるかなと。まあそうですね、ただ小技は坂本の方がうまいというような。いや、梅ちゃんがバントが抜群にうまいですよ。うまいうまい。ああ、私の見方とちょっと違うよね。そうですか。うん、いや、あんた よく見てるから。いやいや、梅ちゃんバント失敗じゃないですよ。いや、あんたの日本ハムの加藤が1年間でフォアボールを11個しか出してないいうあれには参ったよね。ね、うん、ただやっぱり率いる岡田監督っていうのを混乱させなきゃいけないでしょ、うん、いや、混乱させない。もうやっぱりさ、もう孫というよりももうひい孫ぐらいの感じじゃない、今の選手は。まあ選手もそうだし、うん、対相手の監督も若返ってきてるじゃないですか。そうそう、原監督が退任されてね、解任されて。どうですか、やっぱ監督の戦い方ってあるでしょ。おそらく原監督は意識してたと思うよ。そうですね、相当意識してた、はいはい、うん、だから高津監督にも結構クレームつけたじゃない、デッドボールでどうだのこうだのというような、はいはい、そういうとこがあったり、まああと三浦はね、FA の監督もあったりして、奈良の出身ですし、はいはい、まあ、岡田監督とちょっとなんとなくこうね、しかしき中にはありますよね。あるよね、はい、今の FA の問題があったりして、はいはい、で立浪も大阪出身で PL でしょ、はい、北洋というんで、はい、まあまあまあというような感じで、新井監督は、ねね、下でやってるし、そう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 、そういうところで。まあいろんな意味で優位に立ってるよね。なるほどね、岡田監督。でもその監督が優位に立つっていうのは、やっぱ勝負事で大きなことですか。いやー、でかいと思うよ。やっぱ達川さんも監督の経験で、ああこの監督はって言った監督って誰ですか？というよりも、私の時はみんな党以上年上ですよ。長嶋さん、あ、やっぱりそう、権藤さん、はいはいはい、星野選手さん、はい、そして若松さん、はい、阪神は野村さん、マー君、神の子、不思議な子、勝則の子、普通の子、達川君、東で大事に使っちゃってくれ、10年セカンド安泰だよ、いい選手になるぞ、あれは、東で言うとってくれ、頑張るように。でも、うん、そういうそうそうたるメンバーがいて、うん、やっぱ戦いにくさっていうのはありました。いや、何もないかったけど、監督会議は大変だったな。あ、さすがにもじーっと指名される前だと思ってた、監督会議。だからもう岡田監督なんか今座ったら独壇場なんでしょうね。まあこういう感じだろうらしいの、うん、こうやったからな。でもその阪神を近づいていかなきゃいけないですよね、みんな。そう、6球団がね。そう、その1番手、2番手っていうのはどこを挙げますか？補強とかなんとかで、まあ、キャンプ見てないから今一つわからないけど、はい、CS がない時までは打倒巨人でね、野村さんあたりは巨人に勝ち越さなきゃダメだとか、はいはい、例えば阪神は伝統の一戦とかなんとか言っても、そういう一つのチームをマークしてたよね。はい、今は3位以内に入らないと日本シリーズに行けないんで、まあそうですね、そういうのがないんで阪神をマークするいうわけにいかないのよね、なかなか。まあそりゃそうですね、うん、だからでもやっぱり阪神を落とさないと優勝ないと思うよ。はいはい、そのまあ一番手としてはやっぱり広島と言いたいとこだけど、中日あたりの投手陣もめちゃくちゃいいし、はい、柳知ってるか、広島戦でノーヒットノーランして9回まで勝ち投手になれなかったという。そうですね、まあその試合は延長で勝ちましたけどもね、最終的にはね、はい、だけど私の考えはやっぱりタイガース勝つにはそうやって抑えていって。ね、ピッチャーもいいからやっぱなかなか打撃戦にはならないですよね。まあどちらかというと3対2とかね、まあそうですね、接戦になりますよね。接戦でタイガースもそんなにボコボコボコ打たないからね。そうですね、ただ点を取る選手がいるじゃないですか。そうそうそう、足が使い、ワンチャンスをね。だから昨年の日本シリーズでもずっと抑えられてワンチャンスをパクッとこう今のね宮城あたりから複数点取ってそのまま逃げ切ったりとかね、青柳との戦いでずっといってて 2,3 点取ったらもうそのままノイジーがポンとホームランを打ってそのまま逃げ切るとかね。そう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 、だからまあそういう逃げ切り方してるし、優勝の次の年って結構疲れが残ったりするけど、まあ疲れが残ったり緩んだりとか、うん、だけど無理遣いしてないんだよね。そうなんですよね、結構みんなね MVP 取った村上でも144回しないでね、はい、で大竹でも120何回しないで、ね、はい、でイニング足りた伊藤でもギリギリだし、はい、まあそういうところで中継ぎもね2プラトンいうか2つに分けて無理は絶対させてないですよね。させてない、はい、野手はね固定していったけど、はい、打線の方としたらねキーマン2人だと思う。誰ですか？森下とノイジー、はい、だから君の後輩の森下、はい、どう？最終的には将来的には良くなると思いますけども、来年いきなりどん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 良くなるっていうことではなくて、毎年成長は続けていくと思うんですけど、ただあそこに前川右京がいたりだとか、左のとか野口っていうのが支配下になったりとかしたじゃないですか。いいんですよ。いやいいけど結局広島戦あたりは床だからホームラン打ったりとか、森下へのは何か勝負を持ってるの。持ってますよね。持ってるのよこれが。で、去年のハワイ旅行から帰った次の日から高木豊はゆっくり休むのにもう。なるほど、練習行ってんのよ。偉いですね。中央にしちゃもうちょっと異色よ。ちょっとできすぎですね。いや中央はね、どっちか言うたら練習はせん、どっちかって言ったらサボること考えてますからね。宮井さんほとんどせんかったもんな練習を。そうですね、最近変わってきてるんですよ。いやいや、だからそういうところで彼はね、バッティングは売りで入ったんだけど、はい、一番最初にプロのレベルだなと思ったのは足と守備、これは牧とは全然好対照で、牧はもうバッティングはもうプロ並みだけど守備はちょっと苦手で、走るもちょっと苦手というところだけど、それとまああとノイジー、やっぱり最後の第7戦でもやっぱり打ったもんな。そうですね、ノイジーが今年慣れて2年目でええ加減にやるのか、ええ加減いうのはもうサボるわけじゃないんだけど、日本の野球をこう。まあ、舐めるわけじゃないんだろうけど、ちょっとこうなあなあになるのか、それから慣れてガンガン打つのか。でも減俸されてるんですよね、ちょっと。だからそれで契約してるから、結構やる気あるんじゃないですか。だからおそらくインセンティブいっとると思う。まあそうですね、もちろん、だから守備はいいよ。守備はいいですよ、肩もいいし。だからなかなかね、この阪神の牙城を崩すのは、ね、難しいのはなんでかいったらね、守備の下手なのは佐藤ぐらい、岡ちゃんが言ってたよ。あとは上手ね。それノムさんじゃないですか。いやいや、あかんなお前、全然ダメやが。おお、見て。お前1年目2年目よりは下手になっとるやんか、周囲頑張るのあかんでいう感じで、あそこがちょっと穴ぐらいで、あとみんなビシッと。いや、うまいですよね。うまいよね。まあエアの数っていうのはね、まあ土のグラウンドが本拠地なんで、まあそれもあると思うんですよ。ただまあ要所要所でゲッツーの数も増えましたしね。そうそうそう、あれ中野をセカンドにして、菊池から3秒差でゴールデングラブだからな。そうですね。あの牙城は崩れないな思ったら崩したけど、あれの発想でも知ってる、どういう発想だったか。何がですか。中野コンバートしたの。いや、それはもうスローイングに難があるから、いやそれだったらセカンドに持っていった方がいいと。まあそのよく弾いてたのショートで。今のあんたが言うように。ショートでポンポン弾くのは肩が弱いから慌てるんだと、そうですね。でセカンドに持っていったらやっぱりうまかったですね。いいもの出たい。そうですね。まあ木浪もよう頑張ったよね。小畑が最初はスタメンだった。そうですね。まあ木浪はもうずっとバット振ってましたからね。裏でずっと振ってたよ。達川さんも達川さんレギュラーだったじゃないですか。最初から。そうだけどお前。いや、あんたも取ったやないか。あんたも関係ないのにずっと振り寄ったやないか。まあそうですね。関係ないってことはないですけど。あんたはとにかくバット持っとったやないか。こうなんかこれにこうしてから。じゃあ牙城は崩れないっていうことでいいですか。まあやっぱり阪神中心に回るじゃろうな。まあそうですね。じゃあ今年元解説者の達川さんは、なんだその言い方。達川さんは。順位予想するとしたら、広島に思いは強いでしょうけども、いや広島は1位外す、やっぱ阪神、やっぱりね、やっぱそうなりますよね、ね、牙城はなかなか崩れないですよね、阪神、なるほどな、阪神行って、DNA は絶対にカープより下にするから、なるほど、まあそれそうですね、2位はジャイアンツにしても、ね、例えばカープは5位になる、6位にするよ。なるほど。だからヤクルトだって最下位から優勝してるからね、セ・リーグなんて本当に紙一重よ。いやいや、中日も分からないですよね、今年ね。いや、中日も中田翔がもし活躍したら、いや、100打点でも上げるようなことがあったら、1人でガラッと変わるよ、ねえ、本当そうですよね。いや、ガラッと変わるよ、あそこお前、2点何本しか取ってないのにさ、中田が100打点でも上げたら大事だよ。まあ、それそうですね、スーパースターになりますね。スーパースターになるし、あいつもまあ、ちょっとこんなバッティングだったけど、おそらくこう、起きて立浪監督と波長が合うんで、WBC で一緒にやってるから、ね、おそらくバッティング戻ってくるんじゃない、なるほど。はい、どうも、またよろしくお願いしました。